はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル、プネシのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイでやっていきたいと思います。今回はこちらのステージと武器でやっていきましょう。ナンパ戦ドンブラコにてスプラマニューバー L3 リールガンボトルガイザースプラチャージャーでやっていきましょう。では挑んでいきます。まあこれはもう有名な話なんですが、チャージャー系のところバイト上にてチャージャー種のやつで2のところにはあった、スコープ系の武器がね覗かれているという、こういう説というかまあ確定なんですけど、あれはねもう正直スコープは邪魔でしたからね。もう上になればなるほどスコープがあればもう絶望みたいなヘタッピッピヘタッピッヘタピッピカレピッピの足みたいな、私のヘタピッピがさーみたいな。さあスプラマニューバー皆さんよろしくお願いいたします。ナイス、いやー帰ってくる、いい職場だ。さあ塩は通常塗っていきます。ここら辺の壁もね塗っておくとかなり助かります。どこだどこだ、あ奥か、誰かナイスとかカモンとかしてくれてもよかったんですぜ。寄せましょうか、奥に柱、オッケー。ん何今飛んできたの、もしやジェッパ使った、えそんなことある、ほいボムコロボンバー、ありがとうもらうよ。あとは今ダイバーですね、ダイバーの中からモグラ、そしてその横のところにカモン、あー寄せよってことか、これ鍋豚もいますね、ちょっと寄せましょう、寄せた方が良さげっていいの、あー邪魔ー、ほいやったいって、あー船、オッケー船、鉄板ちょっとあまり寄せられてないですがごめんなさい。どこ、タワー、音的にそっちか、やべ、こっちと奥、奥、逃げた。よし、これはうまく処理できたんじゃないか。まあやられましたけど、2人やられてます。危ねえ。ナイス。あの状態から一つも入れられなかったのか納品。危ねえ。まあ初手から1個使っちゃいましたがしょうがないでしょう今回は。これはね本当第1ウェーブはやられたくないですからね、みんなもうこれに関しては相違だと思います。さあまた塩通常状態で、どっちどこ、あれどこ、索敵がガバこっちいるじゃん、あやべ、パワーと柱、とりあえずまあドスコイとタワーと片パー揃わせちゃダメだ、やべ、あーボッカン、ボッカンボッカンついてる、ナイス、来る、やべ片方だけでも落としたい、やっぶね、ちょうどいい、お前も落としてく、オッケー、あとは逃げます、モグラも来てますね、寄せましょう、ガー落とせてない、くそ、モグラも来てると思いますし、あ来てた来てた、やべえ片パにやられた、これ他の人狙ってた片パっぽいですね、ナイス、モグラは、あれモグラは一体、くそやべえ、何がやばいってコウモリなんだよ、よく生きたね今、やべ、あーいますね、ボーン、やーば、カオスすぎ、ごめん、やべ、納品数が足りてない圧倒的に、痛い、足りるか、うわこれはもう終わりですね、全滅エンドだ、いやー大物を落とせていないっていうのが僕の役割不足ですね、役割として全く活躍できていないですが、タワー片パがきつい、
チャージに時間がかかる武器なのでね、周りの環境が整ってないと活躍がしづらいっていうのはありますよね。あとは射線通りづれし、ヘビ邪魔だしというまあ文句ばっか言っててもね仕方ないですね。ヘビとかを納品のカゴが遠いのでね、寄せたい気持ちがすごいあるっていうのがちょっとやらしいですよね。寄せたいんですよ、寄せたいんですけど、寄せるとダメ、もう納品のカゴの周りがね溢れかえるので、むしろ僕はチャージャー武器持つなら満潮で来てほしい、満潮で来てほしいですね。チャージャーはそうするともう敵なんてね出てきた先から撃ち抜けということができますからね。特にそれで何の問題もないですから、満潮マニューバー皆さんよろしくお願いいたします。ナイス、いい職場。さあ後ろですか、ごめん、ありがとう。マニューバーはね、実は空中でスライドを使うと早く下がる。おお、イルカショーかなおーっと濡れてない、3人がかりぐらいでやってたのに濡れてないな。よし、片方入って片方入ってないですね。いって、おっと、へい、数発入りましたね。ここ打ち抜け、オッケー、うまいこと打ち抜けましたね。はい、で、あそこの鍋蓋を落としてくれる。ダイバーがすごいいますね。そんなにイルカショーが見たいか。片場どこ、やべ、変なとこ突貫した、あぶねえ、あぶねえ、間に合わない、やべえ、味方が結構落ちてる。あぶねえ、ダイバーが多すぎる、塗れ、塗り返せ、よし、納品数は足りた。もう敵を落としていかないと、これ意味がねえんだよ。やっべ、いって、出ます、ふっ、もうここは逃げまくる、ナイス。あぶねえ、届いた、一人復活間に合いましたね。いやー怖っ、ナイス。夜か、夜ですか、運び屋来てくんないかな。光映え、光映えはまずくねえかこれ、やばい。ちょ、どこ集まるの、ってどこに集まればいいんですか。僕このドンブラコでのさ集まる場所知らないんですよ。やっべえ、みんな遊撃隊したらダメ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 、ごめん、ここ、くそ、カニタンクがどこで集まればいいんだ。なんかいつも僕真ん中で集まってたんですけど誰も来ないし、ローラーがいない状況の光灰の絶望さがすごいですけどね。いや、そもそも集まる場所が知らないっていうのもそうですが、僕が集まろうと思ってた場所に誰もいないっていうのが一番の懸念点。一応僕自身の集まる場所はなんて言えばいいんですかね、あそこのちょっと納品カゴから離れた位置なんですよ、僕が知ってる位置はね。でも誰一人としてそこに来てもさ、何もアクションをしなかったので、違う？ん？僕が知らないだけで奥の納品のカゴの部分が場所なのか？いやー、かもしれないですね。ちょっとこれは勉強不足ですか。さあ、まさかの遊撃部隊になりましたから全員。ここなんですかね、クマさんの、ここここ。この位置が L3 リールガンですね。L3? H3? いや L3 だよねこれ。ん？あれ？どっちだ？おっと乗れ。
回収ができていないけど、うん、柱塗りが苦手。そいそい、オッケー。 ここは柱としていい位置に立ってますね。タワーとかさえ来なければなんとでもなる位置。オッケー、その位置の鉄板を落とせたのはでかい。おーっと、見れていなかった。あぶね、やべ、全部吸われた。オッケー、狙いは僕ですか。オッケー、ナイスー。オッケー、ちょっとダメージ入りましたか。よし、間に合った。やべ、オッケー。いやー、怖いですね。オッケー、よりどりみどりよ。ナイスー。あれ、 H3、L3 どっちだったかな。 L3 だと僕は思ってたんですけど、あの短い絵の短い方がナイス、絵の短い方が L で、絵の長い方が H だと僕は思っていたんですが、逆ですか覚え方。ローハイで覚えていたんだけどな。ここが濡れてない。さ、チャージャーだからな。めちゃくちゃナイスしてくんじゃん。何これ、何？何のナイスこれ。おっと、そこに柱が出てますか。よいしょ、爆弾撃ち抜ける？撃ち抜けますね。オッケーオッケー、いった、やっぱ、おー入った。おー、モグラ複数体いますね。また来る、誰かを追って。あ、来た来た来た。ほっ、ナイス。おーしょ、ナイスナイスナイス。リス地近くで落とせるのはかなり助かりますね。ナイス、納品数は足りますね。ナイス、なんつう位置に飛んでる間は基本無防備なんですよね。あー、持ってかれた。よいしょ、ほっ、入った、ナイス。危な、怖い怖い怖い。金網状とはいえ怖いですね。さあ、スプラマニューバー満潮、トリプルトルネードと、各種スペシャル残ってますね。今回はなんかすごい、みんな、おお、これは、おお、もう即使いますよ。出てこないですね。ポップソナー使うのはさすがに早くねえかい。あ、早くないわ、1人落ちてる。おいおい、さすがにそれは NG ぞ。マジか、出てくる、もう1回。どこ、そっち。じゃあちょっと投げときましょう。これもう1個だけでももらえた。 OKOKOK、 攻撃があまり通っていない印象がありますね。あとここめっちゃあるから、めっちゃありますね。いった、よいしょ、あと2つ。あ、挟まれた。スライドで逃げようと思ったのにスライドする後ろにもいた。ごめん、ナイス。納品数が結構絶望だぞこれ。足りるか、やっべ、押し出しが怖いなこのステージ。やばいやばいやばい。
あと雑魚処理。オッケー、倒した。納品数は足りた。ナイス。あぶねー。奥ですね、多分一番奥っぽい。遅い遅い遅い。あー勝利ー。危ない。さあ今何戦したかな。自分が何戦したかを忘れる人。多分これで3、いや3戦はまだしてないか。うん、何戦だ今。武器を見ないとわからないですね。自分で何戦したか覚えていないといけないんですが、つい調子に乗るとやりすぎることがありますしね。さあま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 あ、あまり落ちてはいないですが、あまり助けられてもいない。300ぴったり。おお。さあということで、何回やったかな。3回やってますね。はい、ということで今回はここまでといたしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。今回はあのザコシャケとかに関してはかなりやりやすい部類だと思いますが、やはり光バイはローラーがいないと厳しいっていう点はありますよね。ローラーのこの0ぐらいの速度でこんなにゆっくりやる。実はこれローラーを構えたままゆっくりと前のやつをやるっていう、そういう技術なんですけどね。もう完全スローモーションで、映画のスローモーションばりに、でってってでてってみたいな。遅っ。こういう技術がありますからね。これがないとやっぱ光バイは厳しい気はします。カーボンでもこれあればかなりやれる部類ですからね。最悪ワイドローラーでも、うん、ないよりかはマシレベルになります。ないよりかはマシですけどね。あっても状況がプラスになることはあまりないですが、プラス10ぐらい。みんなプラス100ぐらいの価値があるのに、ワイドローラーがあればプラス10ぐらいの価値はあると思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。